チャールズ・エム・ライスは、アメリカのウイルス学者。ロックフェラー大学のウイルス学教授で、専門分野は、C 型肝炎ウイルス。2020年にハーベー・ウォルター、マイケル・ホートンと共に、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。1952年8月25日、アメリカ・カリフォルニア州のサクラメントに生まれる。1974年に、動物学の学士号を得て、 カリフォルニア大学デイビス校を卒業。また、カリフォルニア工科大学では RNA ウイルスを研究し、生科学の PhD を取得した。その後は、博士研究員として4年間同校に勤務した。その後、1986年に彼は研究チームと、共にセントルイスワシントン大学医学校に移りり、2001年まで勤務した。2001年からは、 ロックフェラー大学の教授を務める一方で、セントルイスワシントン大学医学校とコーネル大学でも非常勤講師を務め、また、アメリカ食品医薬品局やアメリカ国立衛生研究所、世界保健機関の委員も歴任した。現在ではその他、アメリカ科学振興協会の研究員や、米国科学アカデミーの会員でもある。執筆、編集活動も、 精力的に行っている。2003年から2007年までには、ジャーナルオブエクスペリメンタルメディシン》、同じく2003年から2008年までは、ジャーナルオブバイロロジー》、そして2005年から現在までは、プロ o s Pass g e の編集者を務め、同時に、これまで400を超える査読論文を執筆している。カリフォルニア工科大学時代は、シンドビスウイルスのゲノム調査やフラビウイルスが、 フラビウイルス化である立証などを行っていた。彼がこの研究に使っていた黄熱ウイルスの株は最終的に黄熱病ワクチンの発展に使われた。シンドビスウイルスの研究をしながら感染性のあるフラビウイルスの RNA の人工的な作り方を著述し、1989年の論文で発表した。当時、新型肝炎ウイルスを研究していた。 スティーブン・ファインストーンはこの論文を目に留め、ライスにその技術を C 型肝炎のワクチンの開発に使わないかと持ちかけた。こうしてライスは1997年に C 型肝炎ウイルスの感染性のある最初のクローンを培養し、チンパンジーに対しての実験で使用した。また2005年には、 人間の体内で識別された急性型のウイルスの株は人工的な環境で複製することを信じられているということを研究するチームの一員であった。ライスの C 型肝炎治療への貢献は彼の受け取った数々の表彰に現れている。日本放送協会、ノーベル医学、生理学賞にアメリカなどの研究者3人。NHK ニュース。2020年10月6日閲覧。 ウェディー、ドイチェ、ノビル・プレス・フィア、メジジン、ゲート・アン、ヘパタイテスシー、イントデッカー、dw。五点一零、二千二十、dw。コム、二千二十年十月六日閲覧。ab。ネア、p。プロフィール・オブ・チャールズ・ m。ライス。プロシーディング・ス・オブ・ザ。ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンシズ。百八。八千五百四十一。八千五百四十三。ドイ。十点一零。七三。 不拿住。 11億505万108、一瞬0027から8424、PMC PMC310 万2406、プミド2150万2493、h t t p w w w p n a s o r g c g i d o i 1 0 1 0 7 3 p n a s 1 1 0 5 0 5 0 1 0 8 abc 2019年2月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年10月6日閲覧チャールズ・エム・ライス・ウィンズ・ロスカーアワード・フォー・グラウンド・ブレイキング・ワーク・オン・ザ・ヘパタイテス・シー・ウイルスニュース2020年10月6日閲覧ザ・ノーベル・プライズ・イン・フィジオロジー・オア・メディシン2020 nobelprize.org 2020年10月6日閲覧。ありがとうございます。